子どもたちが未来の暮らしを考えます。香川大学教育学部附属高松小学校の児童らが社会問題や最新技術から考えるもしもの未来、キーワードはファッションです。カッパと一体化したような服に、こちらは葉っぱの傘でしょうか。これらすべて集中ゴーグルなどが増える中、もし未来が雨の止まない世界になったらというテーマで子どもたちが考えた未来のファッションです。雨の止まない世界で、まあ、私は自然とかに注目して環境に優しい服にしました。未来の暮らしはどうなるのか、ファッションから考えるプロジェクトです。三越伊勢丹が主催するフューチャーファッションエキスポに参加しようと、小学校5年生の児童がアイデアをひねります。寒暖差激しいから暖かくできたり冷たくできたりするようにしたのと、あとは紫外線量がめっちゃ多いから、その紫外線がどこにあるか分かるよ、ね、なるほどね。あ、じゃあこれは紫外線を見るための装置。なるほどね。すごい建物とかが倒れてきて住めない状況になったり、地面から住めない状況になったりした時に、空の上はすごい寒いからこういうモコモコのマントで暖かくしたり、海面上昇や砂漠化などで未来は今までと同じ生活はできず、空中や月で暮らすことも考えてのファッションです。地球が抱える問題について次世代を担う子どもたちに考えてもらうきっかけにしようという試みです。地球が限界だから、地球がもう二酸化炭素に侵されて限界に来てるから、どうせ大人はもうおらんくなってるやけん、数十年後とかには今度は自分たちがなるやけん、自分が考えないから。社会課題をちょっと別の目線から生活者やファッションを使って考えるときに、こういうふうにしたいとかそういうのが生まれたり、こう解決しようみたいなアイデアが生まれてくれたら、それは本当に嬉しいなと思います。地球の現状から未来を想像して子どもたちが考えたファッションは、今の大人たちの目にどう映るのか。優秀な作品は CG 化され、仮想空間の中でのファッションショーで紹介されます。